ライト、左切れてますね。ブレーキランプですか。ちょっと寄ってみます。こっちがついてない状態ですね。これちょっとぶつけられちゃったんですよ。これひどいですよね。まあライトをつかないと減点になっちゃいますんで、簡単に取り替えます。まずここのここプラスのネジで止まってますんで、プラスドライバーでこうやって取ります。ちょっと片手の作業なんで、ちょっとここで一旦止めます。プラスのネジをこれ取りました。それで手でこれ開からないので、マイナスドライバーを突っ込んでこうやって出してあげます。こんなもんでしょう。こう、これはまただいぶ汚れてますね。これ、砂が入ってます。本来であればこれ砂をきれいに掃除して、パーツクリーナーできれいに掃除してやった方がいいんですが、今回ちょっと省きますんで、このここがストップランプになってるんですよ。これ簡単にこれ越えれば取れますね。こうやってこうやってですね、はい、これがつかないんですよね。これ今ライト点灯してる状態なんですが、これついてませんね。ついてませんね。一応一旦止めます。でこれをこうやってちょこっと力、こうやって力入れれば取れますね。こんな状態ですね。でこれちょっと組み方間違えないように、こういう状態で新しいやつをこうやって差し込みます。とりあえずここに置きます。はい、差し込みました。これが差し込んだ状態ですね。ちょっとつくかどうかちょっと試してみますね。ました。よ、見えるでしょうか。こういうふうに、こういうふうにですね。で以上で、ライト交換、ストップブレーキランプ交換を終了します。ですね。